全国のキャンプファンの方もキャンプファンじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。今回は超有名キャンプブランドキャプテンスタック、こちらを紹介します。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げてるので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない人はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。さあ、キャプテンスタック、キャプテンスタックの商品はアウトドアショップだけじゃなく、もうホームセンターとかそういったところでも売っているブランドで、何気なく使ってたものが実はキャプテンスタックだったっていうようなこと結構あります。で、歴史も長いので幅広く数多くの商品があります。今回はそんなキャプテンスタック、こちらの歴史を紹介しましょう。まず1947年、かなり昔ですね。高波文夫さんという方と高波久夫さんという方が新潟県三条市でパール金属という会社を作りました。物作りが盛んな新潟県燕三条エリアの三条の方ですね。燕の方じゃなくて三条の方ですね。で、高波文夫さんと高波久夫さんっていうのは兄弟なんですね。文夫さんが三男、久夫さんが長男ですよね。もともとは家庭用品作る会社で、キャンプ用品作る会社ではありませんでした。で、1975年のある日、アメリカに市場調査に行ったんですね。文夫さんが、三男の方が。で、そこで、まあ、公園でバーベキューしてる家族がいて、それを見て、なんだこれはと衝撃を受けたわけなんですよ。で、日本に、まあ、帰って、アメリカで見かけたバーベキューのスタイルを日本で再現したいと、こう思ったわけなんですよね。で、当時、まあ、キャンプ道具なんてもう全然そんな売ってない時代なんですよね。なので、富美男さんはそこらにあるので、なんとかこうキャンプできないかと思って、網の代わりに鉄製の玄関マット、玄関に泥を落とすあの玄関マット、あれからブラシの部分をビチビチってこう剥がして、もう骨組みだけにして、それを網に使いまして、それを河川敷に行って、ブロック並べて、いろり型にブロック並べて、その上にその玄関マットの網を乗せて、でそこでバーベキューをしたんですね。で、多分そこがすごい楽しかったんでしょうね。そこからアウトドア用品の開発を始めました。で、1976年、ようやくですね、念願のバーベキューコンロを発売するんですね。で、ここで、まあ、同時にキャプテンスタックというブランドを立ち上げました。で、キャプテンスタックってどういう意味かというと、スタックっていうのはオスジカ、角っていう意味があるので、オスジカのことなんですね。で、大地を悠々と歩く、まあ、オスジカのイメージを、オスジカのリーダーをイメージして、大自然の中に頼りになる存在になりたいという思いを込めて、キャプテンスタックはできました。で、1984年、日本初の三脚式のバーベキュースタンドを作りました。まあ、焚き火の上に鍋とかダッチオーブン吊り下げるあれですね。で、1990年には保冷剤開発に取り組みまして、様々な用途に合わせて保冷剤いろんな種類出しました。なので、家にある保冷剤、もしかしたらキャプテンスタックかもしれないんで、後で見てみてください。で、1993年、キャプテンスタックが出したクッカーがグッドデザイン賞に選ばれます。で、1994年、メッシュタープっていうのを発明しました。タープってね、上にしか生地ないじゃないですか。それを横に虫除けのメッシュをつけたんですね。それちょっと、これテントじゃないって思うような見た目してるんですけど、これはもうテントじゃなくメッシュタープなんですね。で、1997年、これみんなもう今やもう当たり前になってるんですけど、サンシェルター、これを発明したんですね。それがキャプテンスタックだったんですね。そして2001年、今や定番のアルミローテーブル、これが発売されたんですよね。もう今大人気のやつで、まあそれからね、いろんなところがそれをきっかけにローテーブル出して、もっと軽いものとか、もっと薄いものとかね、いろいろ出してるんですけど、それもきっかけになったものですね。で、2012年、キャプテンスタック株式会社を設立しました。そして今も新しい道具、どんどん出し続けてるキャプテンスタックなんですけども、一部ファンからですね、鹿番長っていう呼ばれ方をしてるんですけれども、まあ、キャプテンを番長と訳して、スタックを鹿と訳して鹿番長なんですけど、で、その鹿番長という読み方、もちろん公式じゃなくて、ファンが言い出したことなんですね。で、あまりにもでも広がりすぎて、2017年に鹿番長がとうとうブランドのマスコットとして正式に採用されて、ファンが言ってただけのことが、キャプテンスタックの公式になったんですよね。これすごいことなんですよ。で、この2017年っていうのが、ちょうどキャプテンスタックの40周年だったんで、この鹿番長グッズなんていうもの出たりしました。ちなみに、キャプテンスタックの有名なアルミローテーブルは、ファンの間からは鹿番長のあれっていう呼ばれ方をしています。で、キャプテンスタックの特徴として、お値段が安いという特徴があります。でも決して物が悪いわけじゃなくて、いいものが安い。これがキャプテンスタックなんですね。耐久性もあるので、初心者はまずキャプテンスタックの製品から揃えてみるのもいいかもしれないですね。キャプテンスタックの製品って、まあ、ベーシックなものが多いんですけど、高品質で安いので、しかも有名ブランドなので、信頼もあります。なので、キャプテンスタックの製品一回も使ったことないっていうキャンパー一人もいないんじゃないかなと思います。そんなキャプテンスタック、現在はキャンプ道具だけじゃなくて、サイクリング用品とか、ガーデニング用品、カヌー用品とか、
オールラウンドなアウトドアブランドになっています。いかがだったでしょうか。いつも近くにいたキャプテンスタッグ、これからもキャプテンスタッグにお世話になることでしょう。では今回の動画はここまで、次回の動画でお会いしましょう。ではまた。